吉田さん、スーパーファミコン届きましたか？いや、確かにね、夢はね、お金で買えますね。私の大好きな宇宙戦艦ヤマト、これね、超合金なんですけども、これがね、4万円ぐらいするんですよ。でもこれすごいんですよ。で、電源入れるとこうやって光るじゃないですか。でね、これリモコンがあるんですよ。これリモコンでこうスイッチ入れると、こうね、片手なんであれですけども、あ、電池切れちゃいましたかね。お、動いた。三式弾、タ両舷魚雷発射。本艦はただいまより波動砲発射シーケンスへ移行する。まあこれずっと見てても退屈でしょうけど、こうやってね、大好きな宇宙戦艦ヤマトのこうやって超合金もいとも簡単に買えるんですよね。うん。で、お金がなかったらやっぱりこういう風なね、生きてるうちにあれがいいな、これがいいなっていう妄想を叶えることなく人生の時間は過ぎていくんですよ。じゃあこの4万円のね、超合金、ちょっとね、いろいろ扱いにくいところありますけども、この超合金4万円、まあ4万円でもね、5万円でもいいんですけども、じゃあそんな金ねえよってなるじゃないですか。でもまあ5万円の商品作って売れば5万円が手に入るんで、結局この5万円の商品が自分も買えるってことになるんですよね。でしかも自分の夢を叶えるってことは、夢を叶えさせてあげようっていう風にして作った人がいるわけですよ。その作った人には他者の夢を叶えたお礼としてお金が入るということで、みんなハッピーになるんですよね。だから自分の興味のないものを買ったり熱狂したりする人を無駄遣いがみたいなね、批判をする人がいますけども、果たしてそうなのかなと。じゃあパチンコやね、競馬に興じる人、無駄遣いなのかなと思うんですよ。吉田さんね、世の中に私は無駄遣いはないと思うんですよね。誰かが無駄遣いをしたと思っても、その人が無駄遣いをすることによって誰かの所得になって、その誰かの所得が結局はご飯を買ったりガソリンを入れたり子供に塾を行かしたりとか、結局どっかで多くの人がね、無駄遣いじゃないと言えるものに転換されていくんですよね。でも一切いわゆるね、無駄遣いというふうに定義されがちなパチンコやスロットする人がいなくなったらどうなるかなと。そしたらパチンコ店っていうのはもう閑散としますよね。パチンコの機械を入れてる業者さんは潰れますよね。じゃあパチンコの基盤を作ってる人、こういった人も仕事なくなります。じゃあ最近はアニメとかドラマをモチーフとしたパソコンがありますけど、あ、パソコンじゃない、パチンコがありますけども、じゃあそういった権利について漫画家の方やタレントさんが、自分がパチンコに出ることによって儲かってるはずなのに、その権利金も入ってこなくなりますよね。じゃあ北斗の拳のスロットがあります。スロットなんかすごく流行ってる、北斗の拳のスロットみんながね、ハマってる。北斗の拳を書いた原哲夫さんは権利のお金がバンバン入りますよね。ということで、そのお金を持って新しい作品を作ったり、儲かったお金でいろんな体験とかいろんな、まあ、経験をしてですね、そこをもとにインスピレーションが湧いて新作を作ったりとかっていう風に、このアイデアもどんどん回っていくんですよね。だから単純にそれは無駄遣いだよとかね、時間の無駄だとかね、いう人ってのはちょっとまあ、うん、自分の基準で語りすぎるのかなと思うんですよ。自分の基準で語って無駄だとか無駄じゃないっていうことは、きっとそこに生まれた経済の流れを軽視してるのかなと思うんですよね。だから稼げる人ってのはそういうところに違いがあるんじゃないかなと思いますね。スーパーファミコン、確かにどうなんですかね、全くゲームをやらない人から見ると、うわーもったいないな、そんなこと喜んじゃってみたいに思いますけども、でもゲームを作ってるメーカーの人からしたら、いや、ありがとうございます、お客様に喜んでいただいてみたいなね、うん、なるわけじゃないですか。
しかもそのゲームが売れることによって、まあ、税金も回っていくし、そのゲームが中古に売れることによってまた中古市場での売り上げから税金も回っていくしって感じで、まあいろいろとうまくいくんじゃないかなと思いますよね。まあ私もね、こうやって宇宙戦艦ヨット買うことによって、なんか知んないけどね、これを作った人もあ、やっぱり作ってよかったよかったになると思うんですよ。で、そもそもこれをデザインした松本零士さんにもちゃんとお金が回るんで、松本零士ファンの私としてはですね、間接的に松本零士を養ってると胸を張れるわけですよ。どうだ、松本零士を食わせてるのは俺だぞみたいな感じでね。でもこのタイトルだとあんまりフックが効かないんで、松本零士にお金を騙し取られましたみたいにしておきましょうか。じゃあそんな感じですよね。もう松本零士さん、王に騙してください。創作物で私からお金を搾取してください。本当にありがとうございます。いってらっしゃい。